おはようございます。VTuber よしよし先生の中の人、かぐわです。いやー、今日でハロウィンも終わりですね。ちょっとね、寂しくなりますよね。とはいえ、明日からは11月、クリスマスシーズンに向けて、忙しくするクリエイターの人も多いんではないでしょうか。というわけで今日は、ニトリや無印良品、ダイソーなどなど、クリスマスシーズンの、えー、何かトピックを調べようと思ってまとめてみました。というわけで早速、行ってみましょう。今日の話題が、あなたを変える。 この番組は、マーケターとして20年以上フリーランスで活動していますカグアが、ネットで好きなことで稼いでくクリエイターエコノミーについてゆるーりと語るラジオ番組です。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Alexa、Google Nest、そしてラジオトークで毎朝7時に好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね登録フォロー。そしてエピソードが良かったら拡散、応援よろしくお願いします。 土日、祝日関わらず、毎朝7時に配信してますので、よろしくお願いします。さあ、年末、何かイベントがあるかなと思って、えー、いろんな雑貨大手をね、調べてみました。早速行きましょうか、えー。まずはニトリ。はい。ニトリはね、えっ、ー、と、クリスマスシーズンに向けたスペシャルサイトをね、もうリリースしてました。内外サイト、クリスマススペシャルコンテンツ URL はこちらからと。 いうことで、いやー、なんか、うん、キラキラした飾り付けがいっぱいありますね。うん、ツリーをはじめ、オーナメントもね、結構いろんな種類があって、うん、なんかすごいおしゃれですね。えー、っと、なんだろう、何点何点ミニスターオーナメント ?399 円。えー、それからミニセットツリー、グリーンレッド、999円。あ、これすごいおしゃれかわいい。ガラスミニツリー、999円。 うん。いろんなね、えー、クリスマス関連で、しかもかなりお手頃価格な、えー、飾りやオーナメントとか、グッズ、小物が、うん、たくさんあって、あ、すごいこれ。オーナメントツリー、ウッド、トライアングル、ブラウン。ええー、これ初めて見た。こういうのあるんだ。あ、マトリョーシカだ。<laughs> マトリョーシカ、えー、あ、マトリョーシカも何種類もありますね。こっちはクマ、と羊アニマルだ。ええー。 アニマル柄のマトリオシカとクリスマスのマトリオシカ1490円。ああ、これなんかね、おしゃれでかわいいですね。ああ、そっか、今はオーナメントツリーっていうのもあるんですね。へえ、うん。ニトリは、あとあの、バーチャルショールームって言って、ネットのブラウザーで、あの 3D で、3D というかまあ、バーチャルでショールームをね、見学できる、えー ミニサイトもあるんですよ。で、実際の採寸もそこでできちゃうっていうね、ところもあって、あの結構ウェブ力入れてるので、本当にニトリは見てて楽しいですよね。えー、ぜひ見てみてください。えー、ニトリ、えー、内外で調べると多分出てくると思います。概要欄にもリンクを貼っておきます。さあ、で、それ以外の、えー、雑貨店などは、えー、クリスマス特集の記事とかはなかったんですけど、あの、せっかくですから皆さん、年末、ねえ、 期間店に行ってみましょう。期間店はい。えー、ダイソーですが、はい。ダイソーね、えっ、ー、と、期間店っていうわけじゃないんですけど、こちら、スタンダードプロダクツ。えー、2号店がね、10月に新宿アルタにできたらしいんですよね。うん。ここね、ぜひぜひ、年末のネタ探しに行ってみてはどうでしょうか。オーガニックコットンタオル。ああ、すごいなんか、優しい風合いの色合いの、 うん。でもすごいカラーがたくさんあるタオル。コットンタオル。オーガニックコットンタオル。300円から700円。おおヒノキピュアエッセンシャルオイル。あ、安い。税込み550円だ。多分エッセンシャルオイルって無印とかだと多分1500円ぐらいしますもんね。えー、ちょっとこれワンランク上の何か提案やネタを探してる人は、うん。 実際行ってみるといろんな発見あるんではないでしょうか、えー。ダイソースタンダードプロダクツと。はい。新宿あれたら2号店だそうです。それから 3COINS もなんか期間店が、うん、新しくなったみたいで原宿ですね。で、えー、っと、11月12日 3COINS 原宿本店をオープンしますと。で、これね、あのー、原宿本店って書いてあるんですけど、<laughs> 実際の駅は地下鉄の表参道ですね。 表参道が一番近いです。で、場所もね、原宿っていうよりは、えー、表参道と渋谷の間のあの大通り、あの通りですね。うん。近くにニコアンドとかがあります。で、いろんなブランドが出てて、グッズ、ムード、ムードフード、参加イラストレーター、あ、すごい。有名イラストレーターさんのおしゃれなグッズがいっぱいありますね。 あ、これすごい。あ、これむちゃくちゃインスタ映えしますね。これあのインフルエンサーの方はぜひチェックですね。人気フルーツサンド。ふふふ出雲。ふふふ出雲。これ、これインスタ映えしますね。うん。これは絶対要チェックですね。さあ、では無印良品見てみましょう。無印良品は期間店だけでなく、いろんな企画展もやってますよね。例えばこちら。 えー、ファウンドムジベーシックス開催のお知らせ。えー、11月5日から来年5月5日まで、えー、ファウンドムジベーシックスを開催すると。開催場所は、えー、札幌パルコから丸い、えー、吉,吉祥寺、えー、キャナルシティ博多などなど各、各、えー、結構全国でやっていますので、こちらも概要欄、リンク載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。えー ファウンド無ジではこれまで30以上の国や地域を訪れ、その地域や文化などに触れて、その土地特有の技術を探す旅を続けてきましたという、まあその土地ならではの、なんか名品を探して展示しているという企画展ですね。バクバクバスケット、平清水焼き。へえ、すごい。あ、でもうネットストアもありますね。 あーすごい。これはなんか、おしゃれなカフェとかにありそうな感じの食器や雑貨がいっぱいだわ。確かにこれは見たことない。あ、でもすごい安い。安いのもある。えー、竹材カップ、小390円。あインド面のブリックプリント手下げ、ライトブルー1990円。あ、これすごい。あずま袋2490円。これ 可愛い,いですね。うーん。ああ、すごい。スペインの、なんだろうボ、ボディガこれボールなんだろう。?490 円。へえ、いろんななんかね、ちょ、ちょっと気、うん、あんまり見たことないような、ただ、すごい、ものすごくセンスのある、うん、雑貨が、とか食器が並んでますね。ファウンド無地、ぜひチェックしてみてください。 で、無印良品なんですが、期間店が、えー、東京の有明にあるんですね。えー、無印良品東京有明と。ここが、えー、暮らしの全部店1号店とされる、まあ、本当にあの無印のフラッグシップのお店ということらしいんですよ。えー、良品計画が中期経営計画で掲げた全、暮らしの全部店というコンセプトをもうまんま体現した、えー、お店なんですよね。 ですから、えっ、ー、と、なんか野菜とかね、生鮮食品も売ってるんですよ。旬を食べようとか。あとね、ナッツの量り売りとか。うん。それからね、いわゆるあの、住宅うん。住宅関連もね、ドドーンと展示があって、これはね、<laughs> うん。ものすごくネタの宝庫だと思います。これはね、一度行くとかなりお腹いっぱいになるぐらい。うん。 本当におしゃれで、あの、センスのあるネタがね、いっぱいある。やっぱりフラッグシップのお店という感じですね。うん。いやあ、で、本当にだから、古着の回収とか、だからサービスも含めた本当にフラッグシップって感じですね。うん。環境への対応、取り組みとかで、ちゃんとなんかね、リサイクルのなんかちょっとした展示があります。すごい。なんか博物館みたい。すごいな。うん。 いやすごいですね。で、将来的にはベーカリーやカフェなどで余った食材などをうまく利用し、地域に役立つ家庭を育て、活動に育てていく。えー、あ、すごい、子供食堂とかもやってるんですね。すごいすごい。なるほど。ですから、まあ多分こういったフラッグシップ、機関店などでは、えー、クリスマスなどの、えー、ちょっとした展示もあると思いますので、ぜひ皆さん、えー、こういった機関店 行かれたことない方は、今ちょうどね、コロナが、あの、うん、おとなしくしてる時期っぽいので、行かれてみてはいかがでしょうか。はい。えっ、ー、と、セリアを、もピックアップしたかったんですが、セリアはちょっとネット上でそういうところを見つけることができなかったので、また、あの、見つけたら、 こちらのラジオでも配信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。もしくは、あの、SNS とかでね、えー、教えてくださると嬉しいです。はい。というわけで、今日は、えー、年末クリスマスに向けたネタ探しにどうぞというまとめ企画でした。えー、ニトリ、ダイソー、スリーコインズ、えー、無印良品という雑貨、もろもろのトピックを取り上げてみました。こういったね、えー、取り上げ方、よかったらまた 継続しますのでぜひぜひご意見などいただけると嬉しいですというわけで今日1日素敵な1日になりますようにそれでは皆さんいってらっしゃい